パンプローナ、パンプローナ、または、または、スペインナバーラ州のムニシピオ、基礎自治体、ナバーラ州の州都である。かつては、ナバーラ王国の首都だった。毎年7月6日から14日には、サンフェルミン祭、牛追い祭りが開催される、アーネスト・ヘミングウェイの長編小説、日はまた登るの、主な舞台である。パンプローナは、ナバーラ州の中央部に位置し、 パンプローナ盆地として知られる円形の谷の中にある。パンプローナは東西と南北の道路が交差する十字路にあり、北部と南部で大きく自然景観をつなぐ通称路となってきた。パンプローナの歴史地区はエブロ川支流のアルガ川右岸にある。今日の市街地はアルガ川の両岸に広がっている。気候は大陸性地中海気候の影響を受けた海洋性気候で、 年間平均気温は摂氏12.6度である。紀元前75年から74年にかけての冬、一帯は共和制ローマの将軍ポンペイウスがセルトリウスとの争いの中で中東地とした。彼はポンパエロ、ポンピロの創設者とみなされている。ポンパエロが現代スペイン語でパンプローナとなった。ここはローマ人がやってきた頃にすでに一帯に住んでいた。 バスコン人、バスク、人の祖先とされるの主要な街で、彼らは街を、都市を意味する、言葉、イルーニャ、イリナと呼んだ。ローマ都市ポンパイロは、俗州ヒスパニアタラコネンシスに含まれ、ブルディガラ、現在のボルドーから、アストリカ、ウツツノアストルガへと至る、道の途上にあった。それは、カエサラウグスタ、現在のサラゴサの俗州州都の管轄区域にある、都市だった。 ポンパエロは、ローマ族州ヒスパニアの目立った都市とは、今まで見なされず、最近の考古学発掘物が高い内容の文化の発展を公にした。ローマ帝国の衰退後、4世紀から8世紀に、西ト王国が栄えた時代には、西ート族がポンパエロを管理下に置いていたとすれば、もっともだが、おそらく断続的な支配だけだったのだろう。パンプローナの要塞化された都市は、 土着のバスコンビトが独立を保っていた。それは、数名のパンプローナ人司教が、ドレド教会会議に出席していたことでも知られていた。8世紀、モーロ人とフランク族が、断続的に死を支配下に置いた。732年、ガピレネーを越えて、トゥール・ポワティエ間の戦いで敗北した。この曖昧な時代に、最もよく知られる総話は、 カール大帝が778年にサラゴサ遠征を失敗した後パンプローナの死壁を破壊したことである。彼はその直後に有名なロンスボーの戦いで敗北したのである。8世紀終わり、パンプローナとその影響を受け動揺する一帯は二つの強力な国家フランク王国とあとウマイヤ朝の間にあった。しかしこの二つはバスク地方を恒久的に支配することが 確実でなかったと証明された。この作戦はバスク人貴族の内部紛争も反映していた。ついに824年にがパンプローナを後にナバーラ王として即位した。この王国は弱体化したフランク王国とコレドバの大使国からその独立を強化した。それにもかかわらずこの時代のパンプローナは都市として反映せずちょうど要塞の一種であった。 11世紀から復活した経済成長がパンプローナの都市生活を回復させた。歴代のパンプローナ司教たちは教会内の指導者的役割に復帰した。かつて数世紀間孤立していた修道院、特にレーレ修道院は実際に宗教の権力を持っていた。サンティアゴの巡礼路が ピレネー山脈を越えてやってくるヨーロッパのキリスト教徒と商業、文化の雇りを復活させるのに多大に貢献した。12世紀、パンプロナは2つの分離されたブルホス、独立した自治体を持つ都市に拡大した。サンセル人、サンセル人とサンニコラス、サンニコラスは地元、ナバーラ人の定住者に加えフランス人商人と職人の流入によって膨張した。 パンプローナ旧市街とシンブルゴスはほぼ常に両者の間で起こる喧嘩で忙しかった。最も劇的な事件は1276年に起きたブルゴス住民によるナバーラ人居住区の破壊と住民の虐殺である。この生産な出来事の場所は以後ほぼ50年間打ち捨てられていた。ナバーラ王カルロス三世は1423年に ブルコスを統合して一つの都市とする法令を発した。1512年のカスティーリャ王国による軍事侵攻の際、敗北したナバーラ王フアン三世はフランスへ逃亡、その後脱会はことごとく失敗してしまった。ナバーラで開催されたコルテスは、ナバーラの自治権と独自性の維持を条件に、併合を受け入れた。以後、パンプローナは名目上のナバーラ王国の首都であり続けた。 パンプローナは、ピレネーの軍事防衛における鍵な役割を得たのである。市の南側は弱く、ナバーラをルイス一世、フランスをルイ十世は14世紀初頭にこの地に、城を建設した。これが現在知られている、カスティーリョ広場である。カスティーリアによる併合後、フェルナンド五世は1513年に、中世の城と非常に近接した場所にある新しい、城の廃棄を命じた。 しかし、大砲の進化が要塞化システムの完全な刷新を要求した。フェリッペ二世は、市南上川に星型要塞の建物建設と、すべての城壁の現代化を命じた。16世紀終わりから18世紀にかけて建てられた城壁は、現在も残っている。18世紀の間、パンプロウナは、相当に美化され都市サービスが改善された。 途切れのない浄水道が完備され、その他の教科に混じって通りが舗装された。裕福な貴族と商人も自分たちの邸宅を建てた。19世紀、この要塞化都市はスペインが巻き込まれた幾多の戦争で重要な役割を担った。スペイン独立戦争では、フランス軍が1808年にパンプローナを占領し、1813年まで駐留していた。 カルリスタ戦争、1833年から1839年、1872年から1876年、では、パンプローナはその度ごとに自由主義者らに管理された。一部のナバーラの自由主義者が主にパンプローナに住んでいたからではなく、政府が支配する要塞都市だったからである。カルリスタが田舎ほどたやすく支配したけれども、政府軍は、 ナバーラの城壁に囲まれた都市を支配するのに何の問題もなかった。それにもかかわらず、カルリスタ戦争の末期には現代的な大砲は古い城壁がより強い敵と退治するのに十分でなかったことを示す。周囲の産地からカルリスタによって操作された。そして政府はパンプローナ北3キロメートルのサンクリストバル山の頂上にサンクリストバル砦の建設を決めた。 軍事的な役割のため、市はベルトのように取り巻く城壁の外へ拡張することはできなかった。さらに、城壁に近接する一帯の建物は、行為軍のためどんな利益も避けるよう禁じられた。市は住宅密集地の増加によってのみ成長したのだった。高く狭い住宅が建てられ、田園地帯は次第に失われた。19世紀、道路輸送が改善され、 1860年には鉄道がつながった。それにもかかわらず、パンプローナの産業は、ナバーラ全体と同様に、産業革命の間弱々しかった。いずれにせよ、閉じ込められた要塞都市では、何の産業の発展も実行しそうもなかった。星型要塞のわずかな修正が1888年にロックカ拡張するのが許可された後、 第一次世界大戦はパンプロナの強化システムがすでに廃れていたことを論証した。1915年、軍は城壁の破壊を許可し、市周囲の建物制限を廃止した。壁の南側は破壊され、その他の三方は都市の成長を妨げないよう残された。星型要塞は1964年まで軍事設備として使用され続けたが、それは弊社としてだった。 軍事的機能から解放され、パンプローナは、特に20世紀初頭のナバーラ地方が経験した、工業化と現代化の過程をリードした。都市化は、工業とサービス業の発展によって伴われた。人口増加は1960年代から1970年代の地方からの強烈な流入の影響である。ナバーラ地方の田舎のみならず、発展の進まないカスティーリアイレオン地方や、 アンダルシア地方からの移民が出会った。1990年代からは海外からスペインへ移住してきた人々が主である。1975年にフランシスコ・フランコが死去して民主化が進められるとパンプローナは1982年に誕生したナバーラ州の州都となった。パンプローナは生活水準とクオリティオブライフがスペインで高い都市の一つである。犯罪統計は 国内平均より低いが、公共料金特に住宅が相対的に高い。都市の小ささと公共交通のアクセスの良さのため、目立った交通問題はない。政治については、バスク愛国主義の対立に強く影響されている。ヨーロッパ諸国の他都市のように、旧市街、キャスコベジェーホと呼ばれる部分と新市街との区別が容易である。 旧市街の最も古い部分は、ナバレリーア、ノバーリアといい、ローマ時代の都市と一致する。十二世紀、サンセルニン地区とサンニコラス地区ができた。カルロス三世は1423年に、これら三地区を統合して一つの自治体とした。十九世紀終わりまで市街地のさらなる拡張は、されなかった。百八十八年、生型要塞の少々の修正が許可されたが、 6区画の建物が許可されただけだった。これは最初の拡張、アイインサンチと呼ばれた。南側の城壁は1915年に破壊され、第二の拡張、イーインサンチが計画された。この計画はバルセロナのアシャンプラのためイルデフォンソセルが設計した5番のメガタプラによるものだった。区画は1820年代から1850年代にかけ建設された。 広く普及したモデル住宅は5階から8階まである共同住宅であった。スペイン内戦後、パンプローナの3つの新築が成長し始めた。ロチャペア、ミラグロサ、チャントレアである。チャントレアだけが均衡に計画され、ロチャペアとミラグロサは無秩序に成長した。1957年、パンプローナ氏は最初の総合整理計画を企画し、 さらなる都市発展のガイドラインを確立した。これによると、1960年代から1970年代には、サンフアン、イクラマ、サンホルヘ、エチャバコイス、オルビナといった新たな住宅地区が創設された。パンプロナの都市成長は、市の行政上の限界をしのぎ、ベラニャイン、ブルラダ、ビラーバ、アンソアイン、ベリオサル、ノアイン、ウアルテ、 といった自治体を巻き込んで広域都市圏を形成した。1980年代から1990年代、新たな住宅地区が生まれた。アスピラハニャ、メンデバルデア、メンディロリである。ロチャペアは完全に一新された。これらの新住宅地区の都市化は、スペイン国内の州都と非常によく似ており、1960年代から1970年代に、 極度の経済成長を経験していることも同じだった。5番の目プランは付け加えられなかったことから、都市化はあらかじめ設計され、共同住宅の建物はより高層化した。6階より低くなることはなく、多くが10階以上、20階のものもあった。以前は、住宅と共存していた工場は、工業団地へ移転した、最古で唯一パンプローナの自治体圏内にあるのは、ランダベンである。 近年、単身家二人程度の世帯が暮らす、住宅地区が都市圏に増えている。シスル、マヨル、シスル、アランフレン、エギュエス、ハラル、ベリオプラノ、アルスサである。新たな住宅地区は、ブスティントスリ、デスカイル、エギュエスではビルになった。共同住宅の建物はこれらの地区にあり、外して低層住宅で六階以上のものはないが、緑地のため屋が多い。 パンプローナは数十年の間に小さな行政上の田舎の町から中規模の工業とサービス業の都市へ転換した。工業は最重要なものが自動車産業関連で多種多様である。フォルクスワーゲンはランダベンの工場でフォルクスワーゲンポロを生産し、フォルクスワーゲンや他会社のため稼働する補助工場を多く持つ。その他の顕著な産業は建築材料、 金属加工、食品加工である。継続できるエネルギー科学技術は、風力原動機と風力発電があり、近隣のバリエーでエグエス、エグエシバルワと再生可能エネルギーの開発を行っているアクシオナ、エネルヒアの所在地である。パンプローナは、ナバーラの商業取引とサービス業の中心地である。ナバーラ大学とナバーラ大学附属病院は、 私学教育と健康サービスを国内に幅広く、そして国際的にも提供している。パンプローナは、近隣のサラゴサ島、A、A-15、ドノスティアイコールサンセバスティアン島、A、A-15、ビトリアイコール、ガステース島、A、A-10、ログローニョ島、A、A-12 の各高速道路が結ぶ。2007年からバスが新たなバスステーションで運営されている。 パンプローナ空港はマドリードやバルセロナへの路線がある。鉄道路線はレンフェ、スペイン国鉄が運営し、マドリード、サラゴサ、スペイン北部とつながっている。高速鉄道アブはサラゴサ、マドリードとつながっている。新たな鉄道駅が市南部で建設中である。公営バスには20の平日路線と9の夜間路線がある。トラムについては議論が重ねられている。 市内にある数カ所の教会は、ほとんどが16世紀から18世紀にかけ要塞化が進められた時代に建てられた。その他公共の建築物はパンプローナ芸術歴史遺産に属している。パンプローナがかつて継続して軍事都市であったことから、主壁四方のうち三方がわずかな修正の上下出るもしくは星型要塞が残っている。 中世の構造すべては大砲を用いた工場戦に抵抗する手段として交換された。現代の戦争に向かず完全に捨てれ、かつての軍事施設は公園として現在利用されている。現存する最古の公共建築物は14世紀に建てられたもので、16世紀から19世紀までカマラデコンプトス、コマラデコンプトス、 ナバーラ王国の自治的な会計検査部局として使用された。アルガ川に架かる中世の橋がいくつかある。サンタ・エングラシア橋、ミルセ橋、マグダーレナ橋、サン・ペドロ橋である。サン・ペドロ宮殿は歴代のナバーラ王とパンプローナ主教によって変わりながら使用された。この宮殿は近代初期にはスペイン王国副王の宮殿となり、後には ナバーラの軍事総督府が置かれた。スペイン内戦以後、宮殿は廃墟と化し、近年になって、ナバラ総合公文書館として再建された。最も人目を引く、バロック様式の公共建築は、18世紀から、ある自治体庁舎、司教官、フアンエール・バウティスタ新学校、ロサレホテイ、エスペラタテイ、現在音楽学校、ナバーロイコール・タファラテイ、 バスク愛国運動の事務所である。ナバーラ州政府は、庁舎として、新古典主義建築のナバーラ宮殿を19世紀に建てた。19世紀終わりと20世紀初頭、パンプローナの建築は、その他の重要な、スペイン諸都市の中で十分に発達し、その趣向を見せていた。1912年完成のラーグリコラなど、いくつかの共同住宅は、 いくらか内気な近代主義装飾がされている。二十世紀に最も知られたパンプローナの建築家はビクトル・エウサで、彼はヨーロッパの印象主義やアバンギャルド運動に影響された設計をした。パンプローナは多くの公園と緑地を持つ。最古のものはタコネラ公園で十七世紀の設計である。タコネラは舗装された小道、美しく配置された花壇。 彫刻のあるロマンティックな公園である。メディナルナ公園は、市の第二の拡張の一部として建設された。市の北部を見渡せ、くつろいで散策できるよう計画された。非武装化の後、下出ると、周辺地区は広大な芝生と現代彫刻のある公園区に転じた。新たにできた近隣の公園で顕著なものは、イクラマとエルミタガニアの間にある山口公園で、 小さな日本庭園がある。ナバーラ大学のキャンパス、チャントレアにあるムンド公園、アルガ公園を同様に目を引くものである。ナバーラ州はバスクペロタが盛んでありの本部がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。